オーストラリアガマグチオタカは、オーストラリアに生息する、ヨタカメオーストラリアガマグチオタカカに分類される、鳥類。しばしばフクロウと、勘違いされることがあり、時折、オーストラリア人は会話の中で、オーストラリアガマグチオタカに対し、モポケや、モーレポークという単語を使用することもあるが、これらは、実際には、南アオバズクの別名である。ガマグチオタカは、 猛禽類ではない。オーストラリアガマグチオタカは1801年にイギリスの博物学者ジョン・ナサムによって最初に記載された。少種名は古代ギリシア語で、袋を意味するストリックスを呼び、形を意味するエードスから取られている。ジャレニア・シナモン・フログマウスと同じオーストラリアガマグチオタカ・カニゾクス。オーストラリアガマグチオタカは、 超高進学活なヨタカメ、オーストラリアガマグチヨタカカの鳥類である。オーストラリアガマグチヨタカカは、死神ヨである、約5600万年前に現れた。フクロウ類に近いが、ガマグチヨタカ類は、ヨタカ類や油ヨタカ類により禁煙である。木の皮の構造を、色に溶け込みカモフラージュするオーストラリアガマグチヨタカ。オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、シドニーにて、 私有道径で、全長35から50センチメートル。交際は黄色、くちばしは幅広く、硬い髭のような羽が、くちばしの上に生えている。木の枝の色や模様に擬態しており、擬態は直立した姿勢で全く動かず、あたかも木の一部のように見える。オーストラリア大陸、タスマニア、ニューギニア等南部くちばしではじけるような音を作り出し、反響するなるような声で鳴く。 夜間に狩りを行い、日中は木の幹に近い枝や丸太などの上で休んでいる。もっぱら昆虫食で、時折カエルやその他の小さな獲物を捕食する。狩りには、カギ爪よりもくちばしの方を使用し、他の方法で狩りを行う。フクロウ類とは違う。フクロウ類は夜間に飛びながら獲物を狩るが、オーストラリアガマグチヨタカは、一般的に低い木の枝で動かないままで、 獲物が来るのを待っている。くちばしで獲物を捕らえ、時折獲物を止まった場所から地上へ落とす。オーストラリアガマぐちおたかのつがいは、片方が死ぬまで維持される。繁殖期は8月から12月。毎年同じ巣を使用し、木の枝などで作られた不整然とした巣を修繕しながら使用する。交尾の後、メスは緑色の葉を敷き詰めた巣の中に、 二から三個の卵を産卵する。オスとメスの両方が孵化するまでの約三十日間交代で放卵する。約二十五日で孵化し、幼鳥はすでに巣を去る準備ができており、自力で生活をする。脅威を感じたとき、オーストラリアがマ口をたかは目をほぼ閉じくちばしを髪型に向け防御することに対し、議体に徹し、完全に静止する。 オーストラリアガマグチオタカ及び、フクロウ類は3000アト型である。つまり、指の1本が後ろを向き、他の3本が前を向いている。しかし、フクロウ類の足は狩りを行うのに使用するために、オーストラリアガマグチオタカの足よりも、より強力である。フクロウ類は、独特の自由に動かすことのできる関節によって、足の指を後ろに向けることができ、獲物を掴みやすくなっている。 オーストラリアガマグチオタカはくちばしを使用して狩りを行うので脚力は弱い。フクロウ類はネズミなどの小型哺乳類を捕食するが普段より小型の獲物を獲るオーストラリアガマグチオタカの足に比べフクロウ類の足の骨は短く強い。オーストラリアガマグチオタカは獲物がやってくるのを待って狩りを行うがフクロウ類は飛翔しながら狩りを行う。ありがとうございます。